皆さん、こんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況を今日もやっていきたいと思います。今回最初のコースは、ナミさん、マリオメーカー、イフスイ、1分5秒で、クリア率は 11% です。遊んでいこう。マリオメーカーのイフ、どういうことだ？とりあえず、上にあるものと、スタミナボックスの中身が連動しているのかな？ポケモンかぶっていこうか。で、大丈夫、パー叩ける。ここは、なんか、1アップかーい。どっち行こうか。扉に行こう。もしも、こっちに来ないで、土管に入っていたらとか、そういうことなのかな。パー投げるよ。なるほどね。分かったぞ、やりたいことが。もしも、ここで、ファイヤーマリオを選択してきたら、このコースは楽勝だった。あ、違うのか。どいつかが鍵を持っている。よっしゃー。ピンクコインも3枚。それは土管ルートの場合だったのかな？それともこっちでもあるのかな？下に見えるのはガスバーナーですね。要注意やで。バブル3連星。次は、あ、マジっすかー。油断したー。次、土管の方行ってみようか。同じく尻尾マリオでパウ持って、そうしよう。よし、土管の方にお邪魔します。IF3。いけない、いけない、届いたよね。パウも持ってくることができちゃったよ。こっちはピンクコイン集めか。了解了解。オッケー、オッケーじゃなかった。めっ取られちゃったし、パウも置いてきちゃった。踏んだり蹴ったりだけど、多分さっきのところに出るんじゃないかなって。違うんかーい。こっちだよね。あ、大丈夫だよね。よいしょ、お邪魔しまりよ。テレサ、これしゃがんでて大丈夫？超難しくないですかこれ。意外とね、抜けるスペースが用意されてる。ありがとう。ほらほら、ここなんかも普通にいるだけで大丈夫だし、微調整はもちろん必要だよ。必要なんだけども、あーはーん、止めようとしたら当たっちゃった。ここで7光図待って、もうワンダメージ分食らうぐらいまでは。いやいや、ファイヤーもまだあったから、ここは取っちゃおう、先に。あいつら羽がついてたから落ちないんだろうな、ずるいよな。で、どうするんだろう。ほい。いいね、ダブルで踏んだよ、今。いい感じ、いい感じ。2匹まとめて踏ませてくれると楽なんだけど、よっしゃー。このまま尻尾マリオのまま突き進んでいこう。上だ、よーし。はい、ゴール。やったねー。とりあえず今回はこのルートをお見せできたから、よしということにしておこうかな。一番最初の扉ルートの方、皆さんもしよろしかったら遊んでみてください。マリオメーカー IF3、 ナミさん、ありがとうございます。次のコース遊んでいくで。はい、お次はこちらのコース。ゴールは目の前。10、たけしさん。ポケモンに出てくるたけしをイメージしてるのかな。ベストクリアタイム2秒、クリア率の方 2.83% 遊んでいきましょう。まあ、サムネを見た感じだと、あのパックンの隙間落ちるだけだと思うんだけど。なんじゃい？え、これ本当に抜けられんの？無理でしょ。無理無理。無理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 。ええー、無理。これ 2% でもクリア率高い気がしてきた。あ、いったいったいった、やった。何も考えずにヒットドロップしたら抜けられた。やっぱりね、大事なのはノリと勢い、これですよ。
次のコース遊んでいくれ。ゴールは目の前、イエーイ。お次はこちら、狂信者の塔アルテマのおじさんを踏んづけてプラス小演奏でいいのかな。 FF6 の狂信者の塔だと思う。うん、魔法が使え、うん、違う、魔法でしか戦えなくなる塔か。途中にホーリードラゴンとかいるんですよね。で、一番最後に待ち構えているのがマジックマシャーでしたっけ、なんかそんなの。最後にカウンターでアルテマを使ってくるんだけど、どっちに行けばいい？登っていく？確かね、何かやってるとアルテマ。今のが勝負やったのか。キノコ取れちゃったよ、キノコ。お、ピーセッチ発見、そういうことか。あ、しまったしまったしまった、あのクッパで壊し、あれ嘘嘘、ほいほい、おあはぁ、他にもどっかに入ってない。パウパウなんかいらんよ。ピーセッチをよこせ、ピーセッチを。よっしゃ、あ、でもピーセッチじゃない、パウ一応、あ、一個もらっておこうと思ったのに土管入っちゃったじゃん、畜生め。これでいいのか。あ、下にいた、のこのこあれだ、狂信者の塔を歩いていた、信者たち、あの、洗脳されちゃった、かわいそうな。怖い怖い怖い。嘘、信者が登ってくる、信者が登ってくる、これ怖いよ、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 ちょっと待って、上に入れない、入れない、うわぁ。ちょっと待って、ちょっと待って、これやばくない、やばくない、あー逃げ切れた、ファイヤーください、うわ怖い、まだ来る、まだ来る、まだ来る、カロンだ、うわ難易度上がってるよ、カロン怖い、おい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 、逃げ切った、あーこれ息切れがする。次はまたノコノコ、ノコノコって初めてだっけ。うわー次こっち、あ、ここなんかある、よし、なんかあるわけじゃなくてここに来るんだったのね。ツタに捕まって狂信者の塔を登っていくんだけど、あれここでいいの、ゴール、あーよかった、もしかしたら一番上に出てくるルートもあったのかな。いや結構ドキドキして楽しいわこのコース。狂信者の塔アルテマのおじさんを踏んづけてプラス小演奏。アルテマのおじさんどこにいたんだろう。いいか、あと1コース遊んで今日は終わりにしようかな。今日のラストはこちらにしましょう。回るよ、さらに回るよ、ブラパが回る。線路を横断するときは気をつけて、両おじさん。ベストクリアタイムは2秒ですね。早速遊んでいきたいと思います。クリア率は 6.39%、 まああれですね、難易度難しいね、ちょうどいいぐらいなんじゃないでしょうか。回る回るよブラパー、畜生め、よし、あ、今の行ったと思ったのに、ダメかー。多分ここを突破すればもうゴールなんだろうな。普通に走っているだけではダメ。オッケー、一瞬の隙も、今これいけたでしょう。ついていっていった、よっしゃー、これでゴール、ゆうちゃんだ。いかがでしたか皆さん、くるくる回れましたか。くるくるクールのマリオメーカー実況でした。今日もご視聴ありがとうございました。回るよ、さらに回るよ、ブラパが回る。線路を横断するときは気をつけて、そういえば遮断機の音も鳴っていたんだね。よし、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いしましょう。チャンネル登録よろしければ皆さんお願いします。それでは次回はあなたのコースに、くるくるクール、バイバーイ。